これあの主人公の,この沢田さんですね、朝鮮から戻ってきた人っていう設定ですよね、うん、まそのぐらいは喋ってもいいかなと思うんですけれども、うん、今お話したんで、わざとや,ったのやられたんだろうなと思ったんですけど、視点として、福田村の日本人がどういうふうに変わっていくか、うん、まあ福田村の中には、いわゆるリベラル的なルーツを持つ人と、うんはい、そうじゃない、うん、その国粹主義的な人たちと。 言たにまあ、簡単にたうと分かれるように私は思ったんですけれども、うんうん、その人たちじゃなくて、うん、朝鮮というです、ね、視点を持った人を主人公に置くことで、はいはい、少し、まあ、視野を多角的にするというか、はい、全体状況をあのもうちょっと立体的にされようとしたのかなと思ったんですけどそういう主人公を置かれようと思ったのはなぜなんですか、あのか加害側と被害側がいるわけですよね。はい、で両方を描くんですけど 映画としてやっぱり足り足ないんですよで。そこで朝鮮半島にいてそこでいろんな体験をして帰ってきた日本人っていうこれはかなり他とは違うポジショニングにいますよね、うん、その2人が一体この事件をどう見るのかその過程、どんどんこう高揚していく状況を2人はどう見るのかだからある意味でこの2人は主役であると同時に狂言回し的な。 機能も兼ね備えてるし、うん、誰かに言われたのはこれまでのドキュメンタリーでお前のカメラみたいな役割だねって言われて、うん、ああなるほどねと思ったんだけど,あどまあそういったことでもある、ね、第三者視点で見ててるってことです、ね、第三者には必ずしもイコールじゃないけど、うん、それに近いものが時折あったりとかあとはだからまあ東出さん演じる倉蔵造船頭役とか小林さん演じる先紀、うんうん、これは村の外から ついできたっていう設定ですからどちらも完全に村の共同体の中では、えー、完全に従属していないちょっとこうはみ出してる存在、うん、そ,うそうしたはみ出してる存在がこの事件の中でどのように動くのかっていうのも、うん、やっぱり物語を転がす上では大切な存在で、うん、その辺りをこうまあある意味でこう使いながら、うんえー、映画としての共同を作ろうと思ったんですけど、うん すよそ者みたいな人たちの目があるからこそ、うん、全体の物語として見えるものが広がるっていうお葬が出てくるかですかね。はい、そねそこの二人ですよねあの駒井さんと東江さんのこのカップルっていうのは、うん、どこかだからあのこの集団の中に馴染めない馴染めないからこそ最後その中にいてもこう抵抗を示せ,る示せるというか、うんまあ、みんなが狂気に駆り立てられららる側にね側に、うん、回れるような。あのうん つまりな,なんか難しいなと思ったんですけれどあの必ずしもその集団の中で溶け込んでいることがねいいことでもないんだなっていうのをうん、うん、この二人は非常にその中では浮いてて母親に叩かれたりとか、うんあのね、男を衆にも殴られたりとかうん、うん、はみ出し的なんだけどだからこそ何かある種の真実を見,れ、うん、み見ているしそれを声に出して言えることもできるのかなっていうのはね、うん、ちょっとこの二人を見てすごく考えました。 あとはまあ村長も少し時代を重複させたかったんですね、うん、つまり対象デモクラシーの時代ですよね、そうですねこの時期はね。うん、でもどんどん、まあ、日本が軍事国家に舵を切ってい時代でもあるわけで、うん、衰退していく時ですね対象デ,デモクラシー、だから人権ですとか男女平等ですとか、うんやっぱりロジックなんですよね。ロジックは エモーションに弱いんですよ勝てないんんででですすよよて勝な結局だからこうそれが攻めてくるんじゃないか,あロ,シアかこの頃はロシアが攻めてくるんじゃないかとかそうしたような不安と恐怖に耐えられなくなってしまうでまあ言ってみればそのリベラルであったり人権であったりそうしたものはもろくも崩れてしまうみたいなそういう時代だったってことをちょっとこの村長にも体現させようかなっていのもありました。うん、だから一番この 豊原さん演じる村長はデモクラシーとはって理解してるはず、うん、まあ言葉も含めてみんなの前でお話をされたりしてるから理解してるはずなのに最後のところまでいくとその彼がというだからだからほとんど僕の投影みたいな感じで偉<ー>そうにブラブラしゃべったりけど<ー>いざとなったら僕も竹槍持っても, <laughs> もしかしかに逃げるか。かもしれないなということを考えさせられますね。うんはい この主人公の澤田さんは同時に日本人が朝鮮半島でかなり虐殺をしてきたっていう歴史を物語って関東大震災の場合にはよく言われるのは大震災でいろいろ流言がですねあの流れて井戸に毒をまいたとか襲撃したとか流れてそれでみんな虐殺したんだっていうことが言えますけれども一方でそれは。 日本人人が朝鮮人に対するひどい扱い扱をずっとしてきただからがゆえのおびえみたいなものでもあるわけですよ。そこをその朝鮮人に対する加害者っていう面をすごくこの澤田さんは体現して説明もしてますよね、うん、映画の中で。うん、やっぱりそこはそういった、ねうん、あの役割を担わせたかったっていうそうですねあんまりまあこの教科書じゃないんだよね、うん、そんな歴史を丁寧に紐解きく気はさらさらないんですけれど。うん でもじゃあこの2023年に至るまで、ええー、2じゃない、1923年に至るまで、あの朝鮮併合は1910年ですから、13年前ですよね、その13年まで何があったのかぐらいの、まあ、ちょっとニュアンスは少しは出したいなっていうのもあるから、そのあたりも、えー、あの二人を通じて、多少は垣間見えたんじゃないかなと思いますけど。うん、最後その,の部分、まあ、リベラルの弱さっていう話を、うん。 されてましたけれれども感情をしがされる、はい、やっぱりそこは最後特攻が日本だからなのか、うん、じゃあ外国の映画だと例えば記者が出てくる映画だと、うん、その最後例えば「スポットライトにしても「うん、c セットにしても、うん、そのリベラルが貫徹するというか、うん、いろんな逆境を乗り越えて。はいうん まあ一種正義が勝つみたいな理性が勝つみたいなものが描かれることが多いんですけれどもそこはやっぱり違うんですよね100年前と日本は全く変わってないと思えないしそれはメディアもリテラシーも含めてえ成熟はしたと思いたいですけどねただそうですねやっぱり欧米に比べればうん近代時代みたいなものはまだ きちんと成熟できてないんじゃないかなって、これは別にメディアだけじゃなくて、社会全般がね、うん、時折そう思いますけどあの。このシーンってどういうシーンでしょうかこれって、一体今、モニターではどういうふうに見えてるのあ、これままあの、皆さんに見えかじゃこれ今、声だけが聞こえてるって感じのこの場合あの、こうやって時折ちしたりしながら、そこでちょっと、うんはい信しで この場面なんですけれど、うんうん、これって行商団の方たちが来て。これあそっか、薬売りをしているというシーンでしたか、ね。そうですね、まあ薬だけじゃないけれど、もう<ー>行商団、当時の行商団いろんなもの売ってますから。なる,なるほど、なるほど。これ行商団が香川からだんだん、その。関東の方に行く途中で、いろんなところでこういう行商してるって、そういうシーンですよね。割と初期の、あの。映画の早い段階のシーンで、まだ全然。 野田村とか、はい、福田村、福田村に行くより全然先の。はい、このちょっと二個したの、このここってあのあれでしたかね、初めにあのこの時行っても竹槍とかを持って,ってう、これは最後にもう最後,の最後にみんな生きり立って、うん、その神社で休んでる行商団の人たちのところに竹槍槍を持ってみんなが集まってきて。 でだけれども行商団の人が自分たちはちゃんとした行商団の日本人なんだっていう証明書を出してそれを警察がこの証明書を確認しに行くから確認してる間は手を出すすなと言ってるっててるいうシーンですねだからこう村人が聞きつけて朝鮮人なんじゃないかって言ってるんだけどこれがあるだろうって証明書を出すんだけどこれが適正なものかを。 調べててくるっててくるそうだからそのいの犬印っていうんですか、うんが正しいものかわからないんで確認しに行くとその間手を出すなよとみんなこんなもん偽物だとかなんか言ってるわけですけどいう喧騒の中でこの白い、うん、あの制服を着た警察官が駐在所ですかねに確認に行くから手を出すなよそれまではって言ってるシーンですよねこれはね。うのこれ駐在の人って結構こんな,見なりのいい、うん 感じのイメージなん全部相当あの調べてますから<ー>実際こういう服装なんですね。うん、<本>私時代交渉は非常に印象的だったんですけどやっぱり大正から昭和にかけていく時ででやっぱり貧しいわけですよね。はい、だかからみんな着てるものものり、うんうん 一種粗末なものも多いし、うん、いわゆる日本の時代劇だと割と町人も綺麗なもの着てるじゃないですか、うん、農村の貧困っあまり描かれないですね昔はまあ父の侍とかその頃は描いてますけども、うん、最近のものはみんな綺麗なのばっかりですけど、うん、すごくリアルで、うん、でこのね行商の方たちも割と、うん、あの奇抜な、うん、でも当時ってこういう形で奇抜な、うん その着物を着てる人も結構いたんですよ、ねはい、行商団は実際こういう奇抜な格好してたらしいし、うん、あと農民の服で僕もたまにやっぱり時代物の,の映画とかテレビドラマを見てて、えー、なんか全然着てる服が粗末じゃないじゃんっていうのはすごくがっかりするので、うん、今回もできる限りはまあ汚したかったんですけど、うん、あのー、汚すともそれもう。 戻せないでですすかか全部か借りてるわけですからね,あね <laughs> だからその辺は結構ね、まあ、お金が資金がふんだんにあればそれもできたんですけどでもできる範囲ではやりましたね、うん、これあれですよね同時にその,あの今ちょっと前のパワフォークにいた真ん中のこの方はこの方は社会主義者っていう設定になった社会主義者平沢啓一さんで亀本事件で殺害された人ですね。うんうん これはその朝鮮人差別と同時にその社会主義者への弾圧っていうところも映画で描かれてる一部分、ね、最後に、ね、出てきますけど、はい、6000人ですか朝鮮人と社会主義者で,、うん、でこの登乱を口実に6000人ぐらい虐殺された、うん、6000人って僕は最低限の数字だと思いますけどそ、あのー、れこそね保坂正康さんが書いてる本の中で彼、はい、のお父さんって。 現場にいたらしいんですよね。うん、おじいさんだったか、おでもお,お父さんだな。うん、で、中国人が自分の目の前で殺されているのを見たってことをなんか息子さんつまり小坂さんに話をしてるところ、小坂さん書いてるんですけど。うん、で、もちろんそれ事件はもう目の前でナブラ合死にあったらしいんですけれど、うん、日本でですね。日本でですよ。あのだからあの震災が、あ震災震災の時に、で、あの震災まあ被災して逃げてる時に。 中国人がいがいいてて男性最初わかんなかったんですよね水を,なんか水を欲しがってるから水をあげたらシェイシェイって言うから、うん、あ中国人かと思ったら、うんえー、後ろからいきなり彼が頭をこずかれて<ー>で何だろうと思ったら自警団がいて、うん、で,でお前はどっちだって言われたから私は日本人だとったっ、うんえー、まあ高校生だったらしその時う時、ん、でじゃあお前はいいと。でその後にこの人を んなんでこんな中国人に水やるんだって言って殴り殺し目の前でしたらしいんですよね。でもその事件も全く事件化されてなくてイ体のどっかに行っちゃったと。で、うん、ここで保坂さんが書いてたのは多分あの地域だけでも1,000人殺されてるけど千<人>起訴されたのは4人しかいなかったと。えー、だからそういう意味では6,000人ってのは本当に最小限の数字で、うん、僕はもうその数倍の規模でもしかしたら殺されてるんじゃないかと思いますね。 つまんないだろうななっっててのがああ同時にこう届く深度もままり深まらないだから間接魔法ですよねメタファーと言ってもいいんだけど、うん、それが届いた瞬間届かない場合もあるんですけど、うん、届いた瞬間ってすごく深く刺さるんじゃないかなと思ってってかって僕もやっぱり映画見たり演劇見たりしながらそういう体験何度もあるのでだからあんまり直接的な言葉遣いしたくないし、うん、こういう場で本当はね解説もしたくないんですけど。うん まあでもで出ないと選挙にならないのでるんですけど皆さんこう今日9人だからここまで8人ぐらいのインタビューアーの人たちっていうのは、うん、やっぱりこの関東大震災に何が起きたかっていうことへの問題意識っていうのも、うん、そもそもかなり強く持ってる方たちが多いと。うん、それから安倍さんの時に比べると少しそのウハウハ色は弱まってるかのよう、ね、な今記者政権ですけど、うんうん、でも。 この映画のあでもやっぱりそういう意識持ってる人が多いんじゃないかな